最強のプロスタッフ軍団を持ったミズノワールドウィン。正午現在の気温が 21.4 度、最高気温は平年より4度高い23度ぐらいまで行こうという後楽園ですが、上空雲が厚いのでもう6基の照明灯に電気がつけられております。さて変わりましてマウンド上に東尾が上がりました。19年目です。第1戦は2点をもらってのマウンドだったんですが、途中逆転を許しています。今日は試合前に第1戦の時にはどうしても何年経っても、寝つかれなかったり寝不足になるんだけれども、今日は熟睡したという東尾、それだけ打ち込まれた時の言い訳がなくなったと言っておりましたが、ジャイアンツのバッティングオーダーは昨日と変わりません。桑田岡崎、駒田岡崎、クロマティ原、吉村、篠塚、中畑、山倉、そしてピッチャーの桑田です。さて池谷さん、1回に桑田が3点許しましたが、はい、池谷とし、桑田としましては第一戦悪かったんじゃないですか。そうですね、あの、はい、球自体のキレがなかったですしね、まあ、あの一戦より余裕は精神的な余裕は持って上がったと思いますけどね、立ち上がりでそれこそ1点取られたところで、あら、はい、今日は自分のボールにキレがないのかなという不安は持ったと思いますね。そうでしょうね、はい、それが今度はコントロールに気をつけなければいけないということでコントロール主体になりましたので、なんかこのボールがコーナーに行っても置きに行ったような形になりましたね。あ、堀内さん、その一戦の、ね、教訓を生かすという意味ではこの19年目の東の方は十分コツを心得ているでしょう、ね、やっぱり、ベテランですからね、それができないとおかしいんですよ。そうですね、この第一戦ではこのトップバッターの駒田に5打数の4安打、そのうち1本がホームランでした。大暴れをされました。今日打たれたら言い訳ができないとこう言ってましたけれども、まあベテランらしいことですね。それだけまたその心中期するものもあるでしょうし、自信もあるでしょう。はい、もう当然それはね、もう東尾投手はそれだけの腹くくってね、このマウンドに上がってますよ。はい、そしてもう3点もらっちゃいましたもんね。そうですね、ベテランといえてもこの3点守ると思えばしんどいでしょうね。あ、そうですか。梨田さん、シーズン中はこの東尾の良し悪し、どこで判断するんですか。やはりコントロールですよね。左バッターの、あのインサイドにスライダーを出したり入れたりできるかどうかですよね。なるほど、2球目そのスライダーが決まっています。外側落ちる球でしたか。セカンドの辻から一塁へ。これはベンチの桑田投手でしょうか。屈辱の登板となりました。今日の立ち上がりとなりました桑田です。まだこの後どうするのかなというような不安も表情にあるような気がします。ファームの頃から受けてもらいました山崎と話をしています。ワンエンドは池谷さん、立ち上がりのマウンド上の雰囲気が違いますね。そうですね、あの一戦ではね、スライダーをそれこそセンター方向にね、はい、よくヒット持ってかれてましたんで、今日はそのスライダーをアウトコースに集めてますね。あ、そうですか。これはどうか、抜けました、ヒット。ジャイアンツも2番の岡崎にヒットが出ました。そしてクロマティ原、吉村、篠塚と続きます。やや甘いコースに来たようです。センター抜けました。ただこのセンターの秋山君の足が速いっていうのはもう今のちょっとスタートが遅れれば二塁打ですから、そうですね、これはもう大きな違いですよね、このいいプレーですよ今のは、はい。こういう姿勢でゲームを見ています桑田。堀内さん、今桑田はね
ちょっとゲームと関係ないんですが、どんなこと考えて見てるんでしょうね。悔いが残るような感じじゃないんですかね。一生懸命後悔してる、でも早く切らないと次の回がまたおかしくなりますんでね、センターへ。これもどうか。秋山前進ダイレクトキャッチ。今のもあるいは落ちるかという感じなんですが、足が速いですよね。そうなんですね、もうやはりあの東尾君なんかはああやって守ってもらうと乗ってくるんですよね。ああそうですか、これも池谷さんコースは悪くないですね。そうですね、ちょっと甘めですけど、シュートの高さは良かったですね。第1試合ではあのシンカーをレフトオーバー打ってるんですよね。なるほど、ああそうだ、あの球ですね、さて衣笠さん、昨日ようやく原にホームラン飛び出しましたが、どうでしょう、だいぶ吹っ切れてきたようですか。そうでしょうね、やはりあのバッターっていうのはね、1本ホームラン出るとホッとするんでね、だいぶ気持ちとしてはほぐれてると思うんですよね、だから今日も期待していいんじゃないですか。ただ立ち上がりにさばけるゴロをちょっとこぼしました。この影響はどうでしょう。でも最後ファインプレーしました。ああなるほど、あれはもういいでしょう。はい、今桑田投手はどこにいるんでしょうか。2番バッターの岡崎ヒットが出ましたが、2アウトランナー1塁です。ワンエンドワン。浅見さん、一塁側ですがね、西本投手が先ほどモニターテレビの前でこの試合を見つめていたんですが、皆川コーチに呼ばれまして、早くブルペンに向かうような感じです。あそうですか、一生懸命キャッチャーの山崎が桑田を慰めています。近めボール。堀内さん、今日の東洋の立ち上がりはどうご覧になりますか。僕はね、雰囲気は落ちていると思ってると思いますよ、ただね、僕らが見てると本当にうまいなっていう感じがするんですね。今のボールなんかでもね、スライダー掘るような投げ方するんですよね。それでシュートを投げてきてるんですよね、ジャイアンツのバッターこれ迷うと思うんですよ今日はね。ああなるほど、これはライトへ、ライトブコビッチフェンスにくっついてジャンプ取りました、取りました。これもファインプレーです。1回の表ジャイアンツは得点がありません。これを見届けて桑田がロッカーに下がります。王監督が球審にピッチャーの交代を告げています。ブコビッチのファインプレーが東洋を救いました。衣笠さん、5番の吉村が、ここまでヒットは3割2分2厘と、5本出ているんですけれども、昨日のあの内野安打の打点1だけなんですよね。そうですね、ちょっとそれまでのゲームでね、原君がちょっと切れる、っていうことがあったんで、なかなかそのランナー貯めた時にね、回ってこなかったっていうのがあったんじゃないですかね。そうですね、吉村に対しまして得点圏にランナーがいましたのはこれまで2回しかありません。それからあのクロマティの時にも2回しかないと。そうなんですね、その辺がやっぱりね、もう一つ1試合目を省いた後、点がなんとなく重たいゲームしてるなっていうのは原因でしょうね。キャッチャーから見れば梨田さん、伊藤がね、データを入れながらうまくリードしてると、こういうことになるんでしょうね。そうですね、うまくやはりリードしてると思いますけどね、東尾は第一戦はこの吉村、原、吉村、篠塚連続安打、最後に中畑にホームランを喫して逆転を許しています。やはり衣笠さん、左バッターがいかに打つかでしょうね。もうやっぱりこの東尾投手の場合はそうでしょうね、ただ本人も嫌がってるんですから。そうですね、浅
浅見さん、はい、今ちょっと森監督出てきましてね、ポツリとあと1本が出ないな、いやでも贅沢かと言ってベンチに戻りました。あ、そうですか。確かに2回でね、残塁が6つあるんですから。そうですね、1、2塁間どうか、抜けました、ヒット。吉村、これが6本目のヒットになります、このシリーズ6本目のヒット。そして13試合連続ヒットを続けています、篠塚が続きます。やはりジャイアンツとしましてはとにかく先に今度の点を取るということがまず1点全てですね。まず1点、まだゲーム始まったばっかりですから、まず1点取って、はい、打てるぞっていうね雰囲気をベンチに作ることですよね、それも早い機会に作らないとその集中の問題も出てくるんでしょうね。そうですね、やっぱり盛り上がり方は違いますからね、サードベースコーチが土井、3点あります、ノーアウトランナー1塁です。東尾に対しましては、6打数の3安打、これは83年の成績です。この前、4年前に対戦した時の成績になります。近鉄バッファローズはこの東尾に今シーズンどうだったんですか。やはりだいぶやられましたけどね、東尾さんの場合スライダーが3種類ぐらいあるんですよね。ほう、横に曲がるやつと少し抜けるやつと、はい、極端に遅く投げるスライダーと、はい、今日なんか一戦もそうですけどもスライダーの速さが同じような感じですよね。ほう、そしてやはり高いですよね、はい、センターピッチャーライナー真正面でした。ということは梨田さんそんなに良くはないということですね。いや、かえって良すぎるから一戦も力みとね、調子がいいのかわからないんですけどもね、はい、力みがあるかわからないんですけども、はい、ボールの速さ自体が同じだと思うんですよね、スライダーの速さが、ですから東尾さんのスピード、スライダーのスピードも127、8キロなんですけどね、はい、ちょうどタイミング的に同じスピードですから合うような気がするんですけどね。あ、そうですか、ただ攻める方としては3種類のスライダーが来た方が攻めにくいわけでしょう。そうですね、ですから先っぽで引っ掛けてショートゴロとかセカンドゴロっていうのはすごくシーズン中多かったんですけどね、このシリーズ見てますと確かにジャイアンツの左バッターも、うまくセンターから左に追っつけって言いますかね、引っ掛けないで打ち返してますからね、はい、そういう意味で今日も朝話したんですけども、左は嫌だなってもうつくづく言ってましたね。しかし篠塚のピッチャーライナーでゲッツーです。ジャイアンツは3戦もライナーゲッツーというのが2つありました。いずれも衣笠さん当たりがいいだけにやや月に見放されているという感じはありますか。ねえ、ここに来て月を言ってもしょうがないでしょうけど、そうですね、僕はもうあんまりそれを言うのが好きじゃないんですけどね。なるほど、ただ今の場合ね、はい、今日一緒にしてます、堀内さんもそうですけどね、うまいですよフィールディングが。あ、今のはかなり抜いたスライダーですよね。なるほどね、甘いですけども、やはりあれだけ抜くとタイミングがちょっと狂いますからね、はい、一塁側のジャイアンツのブルペンです。21番の加藤が投球練習を始めました。ややこれは詰まり気味、レフト前進、阿部前進、前進落下点達しました。結局先頭バッターの吉村ヒットに出ましたがダブルプレー、攻撃は3人で終わっています。今上空からのカメラでご覧いただきましたが1台のカメラは上空にございます、飛行船コダク号に積まれております。山倉がちょっとバントの構えで揺さぶりました。ウェイティングサークルの岡本圭介です。
なんとかきっかけを作りたいというジャイアンツの方の攻めでしょう。そうですね、昨日ようやくヒットが出ました山倉。ホッとしたでしょうね。そうでしょうね。しかし、まあ、最近梨田さん、はい、データ大変その量が多くなりますのでね、頭でっかちになってしまいますね。キャッチャー大変でしょうね。そうですね。だからあまり気にしないようにはしてるんですけどね、やはり一人一人 そのデータってちょっと違いますんでね、受け取り方が、はい、だからピッチャーでもやっぱり10人近くいますからね、はい、同じような感じで説明してしまうとその自分の持ち味をちょっと殺してしまうところがあるんですよね。あ、上空に浮かんでいる飛行船コダックをご覧いただきました。1台のカメラが積まれています。2エンド2です。堀内さん、東尾の、ピッチングはもうすっかり慣れて自分のペースという感じでしょうか。と思いますね。はい、はい、この人はあくまでもピシャッと抑えるんじゃなくて、やはり3点もらえば2点まではいいという感じのピッチングをするんでしょう ね。やはり自分でね、はい、ある程度こう流れを読んで、投げてると思うんですね、はい、ですから、まあ、一応5回ぐらいまでを2点ぐらいでいけばなという感じじゃないですか。はあ、2-3。その場合でも例えば5回まではゼロで抑えようとか、こういうことはないんですか。いやいや、それは誰でも思うんですよ、完全試合から始まりましてね。なるほど、行くんですけど、まあ、悪くても2点ぐらいでという一応の目処ですよね。やや、これは上がりすぎのようですが、レフト阿部がフェンスにくっついた。高く上がりましたが、芯からちょっとずれてましたね。ちょっと上っ面なんですね。芯、に渡ってると思うんですが、上っ面でしょうね。あ、そうですか。先頭バッターの山倉倒れました。ピンチヒッターは岡本圭介です。このシリーズは、ライオンズの方でヒットを打っている選手が7人、そしてジャイアンツの方でヒットを打っている選手が、クリーンと。代打陣にまだヒットが出ておりません。両チームとも代打陣にヒットが出ておりません。サードの石毛が取りました。しかしこういう試合は桐笠さん、負けてる方の攻撃がどうしても早くなっちゃうんですよね。早いですね。もう、まあ、それだけピッチャーのペースにはまっているということも言えますよね。あ、そうですか、また加藤が投球練習を始めました。今マウンド上にいる東尾とはかつて太平洋ライオンズで一緒に投げた仲です。池谷さん、芯に当たった打球も出ますよね。そうですね、ですけど、なかなかノーアウトからランナーが出ないということで、出てもそのダブルプレーということで、チャンスが大きくなりませんのでね、投げてる東尾投手から言ったら非常に楽な展開ということは言えると思いますね。2アウトを取ると抜くというのか、ある程度打たれてもいいやって感じで投げる。いや、そういう気持ちはないと思いますね。はい、ジャイアンツのヒットはこれが3本目、毎回1本ずつで出ています。しかしこの回はすでに2アウト。相変わらずライトスタンドはオレンジ色が揺れています。レフトスタンドも半分以上オレンジ色が埋めています。だんだんオレンジ色が多くなってきましたね。そうですね。3戦4戦5戦と消化していくにしたかった、まあ、ここはジャイアンツのホームグラウンドですからね、はいはい、これはもう当然のことですね。しかし第5戦は立ち上がり、ライオンズの3点が大きく両チームの上にのしかかっています。
その後がクロマティ。ボール3。堀内さん、本当に左バッターを迎えますと途端に投げにくそうになりますね。それとやっぱりね、外側からね、左バッターの外側から入れるスライダーが、レストライク取れないと苦しいですよね。ノースリーになりました。一球岡崎待ちました。ワンスリーです。この後はクロマティです。先ほどはいい当たりでしたが、秋山の前進守備に、広い守備範囲に阻まれました。レフトへ、レフトバック、秋山、阿部落下点に入りました。取りました。駒田にヒットが出ましたが、後続は続きません。3回終わりました。ジャイアンツはシングルヒット3本、まだ2塁を踏むことができておりません。ジャイアンツのピッチャー3人目になります。今加藤がマウンドに向かうところです。初球を打ちました。高く上がりました。これはファウルグラウンド、取れます。西毛が、おっと、取れません。逆シングル、わずかに及びませんでした。堀内さん、なんとなく無造作にクロマティが打ってしまったという感じだったんですが、でも初球狙いはね、クロマティにしてはいいと思うんですよね。そうですか。西毛が懸命に追ったんですが、上空ちょっと見にくいということもあるでしょうか。どうですかね。まあ、ちょっともやってますけどもね。はい、ただね、やっぱり僕感じるのは、やっぱりフェンスをあまりにも怖がりすぎますね。あ、そうですか。今怖がってましたか。はい。しかし桐笠さん、上を、ね、完全に見上げて追っかけていくと分からなくなったりするんでしょうね。そうなんですね、方向がね。2球目、自信を持って投げたスライダーですが、球審の村田、ボールの判定です。今日はプレータンパイヤーはパスピックリーグの村田さんです。ワンエンドツー。堀内さん、先ほど3人の方に、この後の工藤の投入はあるかどうかを伺ったんですが、はい、ライオンズの方のこの後のピッチャーのつなぎ方ですね、はい、どういうふうに想像しますか。僕もね、工藤は出さないと思いますね。本当、僕今日は先発に予想したんですよ、工藤を。あ、なるほどね。ですから先発で来なければもう今日は出さないと思います。はいはい、で東尾の完投ということを考えられますか。考えられないことはありませんけれども、後にそうですね、やっぱり渡辺あたりを置いておくんじゃないんですかね。左に一つ入れて、はい、そして渡辺じゃないんですかね。あ、そうですか。しかし、まあそこら辺も気になった。やはりジャイアンツが早い回に点を取るようなことになりますと、だいぶ変わってくるんでしょうね。そうなんですね。ジャイアンツの方にしてもピッチャーのつなぎ方、ね、ライオンズにしてもつなぎ方、今日はやっぱりつなぎ方がこれ問題になってきますね。そうすると、この打順3、4、5、6この辺りでなんとかジャイアンツとしてはきっかけをつかみたい、はい、そうでしょうね。浅見さん、一塁側ですがね、はい、中畑岡崎選手によりますとね、東尾投手、時折甘いボールもあるということなんですね。でずっと見てきました膝はスコアラーも第一線とそんなに大差ない、しかしうちはダブルプレーがあったりしてハードラックだなと、はい、一塁側の山下アナウンサーから伝えてもらいましたが、梨田さん、確かに甘い球って来てますね。はい、ありますね、甘い球。まあ、それと伊藤君は一応サイン出してるんですけどね、コースだけでね、インコース、はい、アウトコースだけで東尾さんが自分で放ってきてると思うんですよね。はあはあ、球種のサインは出してないと思うんですよ。あ、なるほど。オールスターなんかでも僕食いましたけど、そういうことが多かったんですよね。だから東尾さんが自分でその組み立てるっていうんですかね、ピッチャーってその投げる瞬間に危ないと思った時に違う球種を投げるピッチャーはいますけど、はい、これはフェアグラウンドに入りました。クロマティは一塁に溜まっています。そうすると一つの握りで多少の、
まっすぐにしたりスライダーにしたりすることはできるという。そうですね、そのぐらいのピッチャーですね。だからいい時には、ファールまでも自分で計算してね、ここへ投げたらどっちへ飛んでいくとかそういうことも考えながら投げれるピッチャーですからね、それが梨田さんいい時なんでしょうが、それと比べて今日はだいぶマイナスされますね。そうですね、やはり左が本当に左には弱いんですよね。ですからこの間のジャイアンツ その打たれた印象というのはやはりかなりやっぱ残ってるんじゃないでしょうかね。はい、クロマティのジャイアンツ4本目のヒットでした。痛烈にライト線を攻めますよね。完璧に、はい、そうですね、ただキヌガスさん、この人の独特の上がる打球がないですね、このシリーズ。まあこれはやっぱり初戦にレフト方向に打ちましたけど、そうですね、あれだけですね、あとはどうも振ってるんですけども力が入りすぎてる、ボールを乗せてないっていうね、ありますね、はい、そういう意味ではようやく昨日ボールを乗せることができたのはこの原でしょうか。はい、それまで本当内野フライ多かったですね。ちょっとやっぱり力みすぎてて、力みすぎ、差し込まれてたっていうね、ちょっとずつポイントが遅れてたんですけどね。近めボール1エンド1。堀内さん、この東尾原という対決になりますとね、はい、やはり58年のね、はい、胸元を起こされたのを思い出しますね。あの時はね、インコースの胸元が多くてね、原がもうちょっとやっぱりもう全然バッティング慣れてませんでしたからね。そうでしたね。これがその時の成績です。ホームラン1本打っておりますが、肝心の場面で胸元に起こされてひっくり返されてスライダーというピッチングがありました。これはショートバウンド、記録はやはりワイルドピッチになるでしょう。しかしキャッチャーの伊藤の股間を抜けていきました。黒田コーチが、バッテリーコーチがすかさず飛び出します。梨田さん、はい、ベンチから出てくるのは早いですね。まだ3対0そんなに変わったわけでもないのに。だからベンチとしてもやはり東尾さんの出来がそう良くないんじゃないかと、はい、いうことと、まあ、3点あるからこのランナーはもう返したっていいよということじゃないですかね。池谷さんもやはり第1戦なんかと比べて、この今日の成績が出てますが、はい、東尾そんなに良くないというふうに。そうですね、まあ、ピッチングは慎重なことは慎重なんですね、まあ、それとこのシリーズ見てますとね、やはり3回までに主導権を取ったチームが、そのゲームをリードして、ま、押し切ってしまうというね、典型的な形が出てますんで、ジャイアンツがやはり今日ゲームを勝つためにはこの辺で1点ないし2点返してですね、試合の流れを変える必要はあると思いますね。ですからそういう意味ではこの回の攻撃というのはジャイアンツにとって非常に大きいと思いますね。さあ、ノーアウトランナー2塁で初めて得点圏にランナーを進めました。バッターは4番の原、ファウルです。堀内さん、はい、ピッチャーというのはマウンドに行くときに、まあ、大体味方の攻撃のことも考えるでしょうが、はい、いきなり3点をもらうなんてことも考えてないでしょうし、はい、それでかえって計算狂うなんてあるんですか。そんなことありませんか。いやいや、取ってもらった方がそれはいいですよ、ええ、ただね、それを守りに入るか、はい、そのまま攻撃に行くか、ええ、これはやっぱりピッチャー次第だと思うんですね、ええ、で守りに行ったピッチャーは大体それから打たれるんですよね。今日の東尾はどうですか。どっちともつかずですね。どっちともつかず。センターへ、センター秋山バック、向こう向き、ぐっと向き直った、クロマティはタッチアップから三塁へ。一瞬秋山がボールから目を切るような感じでしたが、安定した守りですね。それにしても、もう自分の得意な方向へ向いたんでしょうね、もう十分取れると踏んだバックの仕方でしたね、今のは。これは挟んでますね。今フォークボールなんですけどね、フォークボールを芯で捉えるとね、意外と打球がナックルを掘ったみたいな感じで、揺れてくるんですよね。なるほど。だからああいう回り方になったと思います、さあ、ワンアウトランナー三塁で左の吉村、篠塚と続きます。
内野手は前進してバックホーム体制、三遊間の真ん中、初球で吉村打ちました。ジャイアンツ1点取りました。3対0からゲームが動いて3対1です。昨日はややラッキーなタイムリーヒットの吉村でしたが、文句なし、三遊間のど真ん中。外側のシュートでしょうか、レフトに達しました。堀内さん、ジャイアンツのピッチャーが必死になって耐えていたのが報われましたね。そうですね、これでやっぱり流れってのは分かんなくなりますよね。あ、やはり本当に左バッターに苦労してますね、東尾は。そうですね、本当に胸元をつく速い球っていうのがそうもうないですからね。なるほどね、それから梨田さん、はい、近鉄の中西コーチがね、今年の東洋はインコースを攻めなくてもいいんだと、パ・リーグの外角は非常に広いので、そこに4つスライダー、3つスライダー投げとけば取れるんだと、ピッチが変わってるよとこう言ってましたが、そうですね、やっぱり東洋さんぐらいになりますとね、東洋ボールじゃないですけどね、ボール臭いところでもね、やはりストライクっていうそのゾーンがすごく広かったような気がしますね、やはりね。あ、そうですか。はあ、そういう池谷さん、日本シリーズのゾーンの戸惑いなんてのはあるんですか？いや、今日の場合はね、パ・リーグの審判ですし、はい、まあ、投げてる東尾投手にしてはないと思いますけど、やはりジャイアンツの左バッターが東尾投手に対して粘っこいバッティングをしているということでしょうね。簡単に三振に打ち取られない、はい、ファウルで粘って結局ヒットを打つ、はい、ですからその東尾投手の方がピッチングのパターンを考えつつあると思いますね。三塁側のブルペンでは第1戦最後のピッチャーとしてマウンドに乗り出して、まずまずの速球を見せました。速球がジャイアンツに通用するというイメージを残しました森山が三塁側のブルペンで投球練習を始めています。それと東尾さんの場合ね、一戦が藤本さん、パ・リーグの藤本さんで、はい、大阪のアンパイアなんですね、村瀬さんも大阪のアンパイアなんですね、関西の。なるほど、関西の方がいくらか高いわけですよね、ゾーンが。ですからそういう意味でちょっと辛い面も、はい、これは東尾のグラブに当たって463ですが、一塁はセーフ、一塁はセーフ。あ、関東関西で違いありますか？多少関西、関東のパ・リーグのアンパイアの方が低いですね。あ、今日は篠塚、いずれもピッチャー返しですが、ピッチャー東尾のグラブを避けることができておりません。ただ君ヶ瀬さん、野手としましたようなジャイアンツの方、はい、みんな芯で捉えてますので、いけるぞという気持ちはあるんでしょうね、ジャイアンツの方にも。一番怖いんですね、それが。あ、なるほど。打てそうで打てないっていうのが一番怖いんですよ、ずるずるいっちゃうんですよね。だけど、まあ、芯に一応捉えられてるからいう、その意欲をね、いい方へ出してくれればいいんですよね。あくまでも芯に当たってもそれがヒットにならないと全く意味がないわけで、そういうことですね、結果が残らないわけですから、はい、だからそのいい当たりしてるからいいやと、そのうち打てるんじゃないかなって言うとゲーム終わっちゃうんですよね。よくありますね、そういうケース。シーズンゲームではよくあるんですよ。第一戦が見事なホームランを西武球場のレフトスタンドに叩き込みました。そしてこの後楽園でも王監督から気持ちはわかるけれどもヒットでいいんだぞというアドバイスを受けて三遊間にタイムリーヒットを飛ばしています。中畑選手がすごい顔を見せました。
堀内さん、打てる球でしたか。今の甘いボールですよね。ですからちょっとね、やっぱり一戦でホームランをしましたですよね、はい、ですからあれでね、ちょっと振りすぎるんじゃないかなっていう感じしますよ、今の。後輩の石毛がこのシリーズは大活躍をしています。内野フライです。その石毛落下点に入りました。取りました。しかし吉村のタイムリーヒットが出まして、ジャイアンツ1点を返して3対1、差が2点となっています。ジャイアンツ5回の裏は8番の山倉から、これが初球です。ストライク1。堀内さん、ここまでジャイアンツもランナーを出しているんですが、東尾の投球数が4回終わって61球、はい、球数としては東尾のペースですね。そうですね、ただね、はい、なんていうんですか、西武の方がね、ランナーを出して得点圏にランナーがいるんだけれども点が取れない、だから嫌な感じはしてるはずですよ。あ、そうですか、こういう時はかえって、点を取らないならランナー出さない方がいいというようなこともあるんですか。そうですね。渡辺が投球練習を始めました。3球三振になりました。梨田さん、今のもその何を投げるかは東尾任せという感じですか。そうですね、ツーナッシングというような形になったのは今日初めてじゃないんですかね。だから最初に追い込んで今のフォークなんですけどね、やはりああいう形になるとね、東尾さんの思うツボですよね。あ、そうですか。左バッターではありますが、2回に吉村にトゥーナッシングというのがありますが、それ以外はこれが初めてです。ジャイアンツはピッチャーの加藤に打順が回りまして、代打福王、このシリーズはこれが初めての登場になります。アリゾナの教育リーグに行っておりまして、途中からこの日本シリーズ用に左の代打として呼び戻されました。いいスタンドの4番バッターです。これはどうか、一塁はアウト。セカンドの辻の好フィールディングです。もう素晴らしいの一言ですね。そうですね、もう守備範囲があそこまで広かったら、バッター止まらないですね、これ。なかなか体を切って投げるの難しいところでしょう。難しいところなんですけどね。もう一度ご覧ください。センター抜けようかというここからね、2、3歩ステップしてジャンピングスロー、ね、完璧なアウトです。はい、素晴らしかったですよ。堀内さん、確かに守りはセーブいいですね。いいですね、今のボールなんかね、もう完全に打った本人だってセンター前だと思ってますよね。そうですね。ジャイアンツの3人で攻撃をあった回はないんですが、この回には山倉、そして代打の福王と2人倒れました。駒田もトゥーナッシングです。ちょっと間合いを嫌いました。菅谷さん、ちょっとテンポが早いですか。ちょっと早くなってきましたね、この回はね、まあ、ですから東尾投手から言いましたら、もう自分のペースで投げ切ろうということでね、テンポを早くしてきましたけど、ちょっとバッターとのタイミングが合いませんでしたね。梨田さん、こういうのはペナントレース中もよくあるんですか。そうですね、若い選手がバッターボックス入りますとね、早く入れよっていうようなジェスチューサーがあるんですけどね、やはりこのシリーズじゃそういうのはないですけどもね。その相手を自分のペースに巻き込んじゃうっていう、そうですね。これも見送っています。9エンド2。これで、今の球数あたりで見事に抑えちゃうと、キリガスさんペースに乗ったってことになるんでしょうか。そうでしょうね。なんかこのイニングは初めて、アップテンポしてね、はい、自分のペースで投げてるなっていう、ね、クロマティ吉村が来る打順とはちょっと違いますね。そうですね。高めの球です。ファウルです。しかしこの東洋は第1戦でこの駒田に痛いところで打たれました。散々打たれました。散々打たれましたね。その翌日駒田が打てなくなりましたという言葉が、
第2戦は真面目に当てに行きました第1戦みたいにいい加減に行けばよかったんですと言ってましたが、そうですか。セカンドの横、辻逆シングル一塁へ、これもアウト。先ほどの福王の当たりから比べればこれは辻にとってはイージーでしょう。3人で攻撃を終わっています。ヒットがありません。5番の吉村が2打数2安打打点1です。浅見さん、はい、あ、吉田ですが、はい、つい先ほど関係者入り口でね、後楽園の申し事行ったりですかね、長嶋慎吾さんとばったり会いましてね、ほうほう、どうしたんですかって言いましたら、ええ、テレビ観戦してましてね、ええ、そうだ後楽園今日が最後なんだっていうことで、はいはい、こちらにですね、まあ、長い間の感謝と、はい、それから お別れを言いたくてね、はい、先ほどこちらで観戦してますよ。あ、そうですか、まあ、おそらくですね、はい、密かに、まあ、別れを告げている OB の方もいるかもしれませんけれども、そうでしょうね、なかなか、まあ、確認はできないんですけれども、長嶋さんは確認できました。あ、この後楽園球場では昭和36年巨人南海の、寺田選手の落球という日本シリーズもありました。それから昭和44年には、土井選手のスライディングをめぐって、審判岡田とキャッチャーの阪急の岡村が揉めるというゲームもありました。10月30日今日と同じ日でした。46年には山田投手から王選手がライトスタンドに、サヨナラ逆転ツーランを叩き込んでいます。それから48年には堀内さんが、確か2本のホームランを打って南海戦勝ち投手になりましたね。あれは第3戦ですかね。そうですね、先頭バッターの岡崎倒れました。セカンドゴロです。池谷さん、ピッチャーの東尾としては、はい、ここが一つの今日のゲームの山の打順でしょうね。そうでしょうね、まあ、それと先ほどからねちょっとテンポが速くなってますけどね、はい、一生懸命その左バッターの時に的を絞ってる裏をかく投球をしようと思ってるんでしょうね、それがどうも抑えきれないんで、下に考えるより、はい、テンポを早く考えずに投げた方がいいんじゃないかというね、こう投球方法を変えてきましたね。なるほど。1、2塁間がいいや、ファースト清原の正面です。ツーアウト。梨田さん、はい、そこら辺が成功してますか。そうですね、やはり、5回終わってね、この回っていうのはすごく左2番からですからね、緊張するところですけどね、はい、やはりうまくテンポ早めて放ってますよね。キリンガさん、何がこのテンポが速くなるとバッターの方には違いなんかありますか。なんかね、自分のペースで打てない時がありますね、はい、なんかピッチャーに対してこう自分が合わせていくような感じがする時があるんですよ。あー、なるほどね、相手のリズムに乗ってしまうっていうんですよ、これはもうそうなればピッチャーの勝ちですよね。自分の納得のいくバッティングをしないで終わっちゃうわけですね。そうなんですね、バッターボックス落ち着く暇がないって言いますかね、相手の動きに自分が合わせていくっていうね、バッターとしてはダメなんですよ、それをしたら、はいはい、もうこういう時はちょっと外すなりなんなりして、相手を自分のペースに巻き込みたいんですから、これはラインドライブがかかってワンバウンドヒット。ジャイアンツこれが6本目のヒットになります。吉村を迎えてランナーが出ました。梨田さん、ランナーが出るとこのテンポってのはまたできなくなるんでしょうね。そうですね、やはりランナーも気になりますしね、そしてまた吉村君一発もありますしね、多分東尾さんが一番警戒してるのは僕吉村君じゃないかと思うんですよね。左では一番警戒してると思いますけどね、今日は2打数の2安打、1本は三遊間のど真ん中を破りましてタイムリーヒット。第1戦も2、3塁の時もわざと歩かしましたもんね。そうでしたね、ここは堀内さん、どういう攻めをしてきますかね。もうね、吉村も、もう東尾の投げるボールってのはほとんど分かってると思うんですよね、ですから吉村の方はね、
決めて打った方がいいと思うんですよ、ボールね、何を打つか。あ、今のは狙った球ですか。いや、狙ってないですね。そうですか、引っ掛けた打ち方ですね。あ、6回東をジャイアンツ打線を抑えました。そうでしょうね、さっきからちょっとねテンポよくやられてきましたんでね、はい、ちょっと流れを変えたいなっていう意味じゃないですか。確かに4回の1点でちょっとジャイアンツが流れが来るかなと思われましたけれども、はいはい、東洋がペースを変えましたね。そうですね、もうこの辺はやっぱりベテランだなっていう気がしますね。そうですね、自分をコントロールできてるいうことですからね、はい、今日は篠塚、ピッチャー返しを2本、1つは東洋のグラブに収まりました。1本はグラブを弾いたんですがセカンド辻の正面に転がっています。近め2エンド1、ピッチャーライナーもあのコースを打ったんでしょ。違いますか、もうちょっと外側でした。そうですね、はい、シュート気味の球だったと思いますけどね、ウェイティングサークルの中畑です。外側の球、三遊間どうか、清家がステップを一歩余計に踏んだ。この分間に合わない。無理に何かあの正面で取ろうとしましたが、逆シングルの方が桐笠さん、さばきやすかったでしょうか。そうなんですね、これはもう逆シングルで取ればアウトになってたでしょう。そうでしょうね、もうただもうああなるとね、一瞬のジャジメントですから、あの普段どういう風な練習をしているかでしょうね、ここご覧ください、そしてつい大事にという気持ちがあるんでしょうね。そうなんです、やはり、大事に行きたいから正面入った、はい、そのためにスローインが少し遅れた、だからあのアメリカの野球はああいう場合ほとんどもう逆シングルで取りますね、今。そうですね、はい、ただ普段のねやっぱりあの、はい、大事に行け大事に行けって育ってきてますんでね、勇気いるんですよ、あれ逆シングルで取るのは、ね、ましてや舞台が日本シリーズですもんね、はい、さあ先頭バッターを塁に出しました中畑ですが、初球空振り。堀内さん、はい、第1戦は見事なホームラン打ったんですがね、どうもここに来てあのペナントレース終盤の中畑も時々顔を出しますね。そうなんですね、あまりにも引っ張ろうとか大きな当たりをしようとか、そういう気持ちがちょっと強くなってきてますよね。あ、もっと気楽に押っつけて打てればヒットは出ると思うんですよね、はい、一つのきっかけなんでしょうが、まだそのきっかけが完全につかみきれてはいません中畑です。58年の日本シリーズの時にはこの中畑が第3戦でサヨナラヒットを打ちました。これからジャイアンツが盛り上がりました。しかし東をトゥーナッシングと追い込んでいます。今日の中畑はレフトフライとサードフライ、フライを2つ上げました。外側ショートゴロ、清家、辻、清原、池谷さん、はい、東洋の術中ですね。そうですね、ですからあの中畑にもスライダーを右方向にというのは頭にあるんですが、やはりあのシュートをホームラン打ってるだけにシュートが来るんじゃないかというのも、完全に踏み込めない、はい、徹底してアウトコースをついた、ここがヒットの口でしたね。あ、5回、6回、7回、ベテランの味を遺憾なく発揮していますマウンド上の東尾治。梨田さん、はい、ペナントレース中から見てこれは東洋の一つの関東ペースには乗ってますか。乗ってますね、球数からしてもそうですしね、はい、やはり東洋さん、はい、やっぱり自分で1回戦初戦に負けてますんでね、
一人で投げ抜くというような気持ちじゃないですか、やっぱりあるんでしょうね、そのプライドがないとね、ケリガスさん長くは野球できないんでしょ。そうですね、もうそれを作るまでがね時間かかりますけども、先ほどご覧いただきましたように工藤も投球練習をやめました。まあ、19年目の投手らしい相手を引っ込んだピッチングですね、これ。先頭バッター塁に出ましたが3人で攻撃を終わってラッキーセブン、ジャイアンツ元気が出ませんでした。代打で起用されました。浅見さん、はい、西武7回の表の攻撃の時に東尾投手がちょっと、出てきまして、その時に今日は悪い悪い言ってるんですね。それでどこが悪いんですかと聞きますと今日は全部悪いですと、はい、でもあの1点に抑えてますよと言いますとね、テレビの画面をちらっと確認して1点であることを確認して本当だと言って、こんなやり取りがあって再びベンチに戻りました。戻る時の表情は笑顔です。堀内さん、はい、随分余裕があるんでしょうね。余裕ですね。悪い悪いって言ったら巨人打線が悪いんじゃないですか。なるほど、はい、自分はねもう、普通のペースで放ってると思うんですよね、はい、でね、よくそのペースを変えてるって言ってるでしょ、あのね、フォームで変えたりね、球で変えたり、なんですか、その間を早くやったり遅くやったりする開き方もあるんですよね。いろいろな方法を知ってるわけです彼はね、でそれが巨人の選手がついていけないんですよ。浅見さん、はい、ただねそのあたりのねいろんな間合いをね、あの東尾に強い駒田選手はねそれだけピッチャーの方が余裕ないからいろいろ考えるんでしょうと、そう思えば気が楽ですよ、簡単に考えてますね。その発想の転換でしょうか。コーナー打ってレフトへ、レフトバックどうか、へにくっついたが打球に今一つ伸びがありません。快音を発しましたかね、桐笠さん。でもやっぱりね、遅れてますね。遅れてますか。バットのヘッドが最後まで振り切れてないんですよね。ああそうですか。まあシーズン中もね、この興梠はあんまりレフトへホームラン打たないタイプだから、その分やっぱヘッドが出てないんですよね。スロービデオでこれね、まあ、よくこすった状態ってよく言うんですけどね、まさしくそうなんですよ。フェンスの近く行ってたから伸びないんですよ。しかし池谷さん、悪い悪いと言ってますが、はい、あの投球数がねかえって5、6、7と減ってますね。そうなんですね。ですから、投球間隔を短くしだしてから、なんかリズムが良くなってきましたね。まあ、あの東尾投手なりのそのやっぱり完投のリズムを持ってますからね、やはり3回過ぎたあたりから、いやおかしいな、普通ならペースに乗ってくるのに、今日は乗れないなという考えがあったと思いますね。そしてどこが悪いんだろう、どこが違うんだろうということで、よしそれでは少し投球ペースを早めてみようと、これで、東尾投手なりの考えがあったと思いますし、やはりそういうことで自分をペースに乗せたということは言えると思いますね。梨田さん、もう完投をちゃんと自分では見てますか、はい、東尾は。もう完投するでしょう。あの工藤君のブルペンではね、行くつもりで表情がやっぱり引き締まってますよね。一応監督の方から言われてると思いますよね、この打線、左打線を見ますとね、これも詰まっています。センターの秋山がゆっくり前進。衣笠さん、きっかけがつかめませんね。どう言えばいいんでしょうね、こういう時ね、本当打たされてるような気がするんですよね、もう王さんにしても今ね、なんで打てねえんだろうって一番思ってるんじゃないですか、王さんが、球そのものはそんなに見てて、当てが出ないやって球じゃありませんか。そうなんです、横から見てるとなおさら僕そう思いますね、ただバッターボックスの選手は、打てないな、外されてるっていう感じがね、あるんですよ。ちょっとずつタイミングずらされてるんですよね。ジャイアンツのブルペンでは代打が出ましたので香取が2度目の投球練習を始めました。それから梨田さん、クロマティを迎えて打線が切れると、組み立てがうまくいきますね。そうですね、一応まあ計算通りっていうか、まあ今日は調子悪いって言ってましたけどね、東尾さん、はい、一応そういうつながりの面でも西武にラッキーって言いますかね、東尾さんに、
ですけどここはやっぱ岡崎君ツーアウトですけどね、これまでにぜひ回してね、はい、一発っていう夢を託したいですよね。2勝2敗で迎えた第5戦3対1で8回の2アウトまで来ました。身を振りましたがストライクです。あまり東尾の表情から、顔から表情が消えました。こういう時は梨田さん乗ってる時なんでしょうか。そういやもっとあの余裕がある顔してますけどね東尾さん。あそうですか。あレフトフライセンターフライピッチャーゴロ。8回をゲームを終わりました。3対1西武2点のリードで9回を迎えます。このクロマティ3打数1安打の原、3打数2安打の吉村と続きますね。この応援をね、聞いてほしいですね。そうですね、58年の日本シリーズの第5戦は9回裏サヨナラのクルーズのスリーランホームランが飛び出しました。ここまでライオンズ3点ジャイアンツ1点。ライオンズの2点のリードが4回からずっと続いています。そして梨田さんゲームがなんか重苦しくなってますね。そうですね、東尾さんもちょっと慎重になってるみたいですね今。そうですか、はい。これはどうか辻、これがライト前ヒット、先頭バッター塁に出ました。そして一塁を回って大きなジェスチャーのクロマティ、森監督が出ました。しかし衣笠さん、クロマティが本当に引っ張り役になっているところがね。そうなんですね、今一つこの打線の爆発を見ないところなんでしょうね。そうなんですよ、本当はねポイントゲッターになってくれなきゃいけないですね、はい。そして堀内さん、工藤も始めました。変えるんでしたらここでしょうね。そうですか、もう一人だとちょっとやっぱり遅くなりますね、打たれたら後だったらね。お池谷さん、肩の準備としては、はい、間に合うもんなんですか。もう一度作ってるはずですからね、そう球数はいらないと思いますね。おですから、ここで前を取って使うなら間に合うはずですね、はい。しかしここは交代は告げませんでした。これで衣笠さん、原にどうなるかによって吉村を迎えて、そうでしょうね、十分答えはありますね、はいはい。これはもう右バッターだから、はい、ということで、まあ、本人のね、どうだっていうところで、はい、本人が大丈夫だって言ったら一人いいだろうと、はい。だけど左バッターが来たらこれはもう今度は変えるでしょうね。あ初球そんなに際どい球じゃありませんでした、この顔ですよ、真ん中よく逃してくれたと、そんな顔してますよ、はい。でもおそらくシュートでゲッツー取りに来るんじゃないかと思ってたわけですよね。なるほど、だからあのスライダーを思わず逃しちゃったっていうところでしょうね、ワンエンドワン。梨田さん、組み立てはどうしますかね、はい、東を。そうですね、シュートで勝負する気はないと思いますよ。ない、シュートでゲッツーを取るよりも、スライダーでゲッツーを取る方が東尾さんの場合多いわけですよね。でシュートの場合はやはり長打ありますけどね、スライダーがまあ低いところに行っておけば まず長打はないと踏んでると思いますね、僕は。ワンエンドワン、3球目これもそうです、高く上がった、これは内野スタンドに入りました。清原フェンス際まで追いかけましたがファウルにスタンドに入りました。それはもうキャッチャーの考えと試合はもう梨田君が言ったように、当然ですね、シュートの危険性を犯す必要がない場面ですからね、原君そのものがライトで例えばスライダーを待ってライトスタンドへ放り込めるバッターなら考えますけどね、はい、ライトスタンドへはあんまり打ちませんから、これも当然外で見せ球でインサイドはあってもね、勝負はいかないでしょうね。あ堀内さん、はい、この原にシュートはないぞという意識はまず生まれないでしょうね。僕はないと思いますね。ただ見せ球にこのカウントで放ってくるかもしれませんね。あ
バッターとしては待っちゃうんですよ。でしょうね。これもスライダー。もう今度はシュートじゃないか思ってたあれスイングですよ。思い通りという考えですね。そうなんですね。だからもうバッターにしたらシュートシュートっていうふうに思っちゃうんですよね、はい、あそこ。それとね、先ほどの堀内さんおっしゃいましたけどね、実にね、うまいんですよね。手首の返しからみんなシュートに見えてしまうんですね、右バッター。ああ、そうですか、だからついつい腰が引けてしまうっていうのはありますけどね。堀内さん、手首の返しでシュートに見えちゃうんですか。いや、握りとか、切り方はちょっと違うんですけどね、手首をバッターの方に向けるときに見せるんですよ。そこからひねるんですよ。見えたときにまるでシュートに見えちゃう。そうです、そしてそれからちょっと引っ掛けるんですよね、外回り。それでやっぱり体の動きがね、バッターの方へスッと向かってくるんですよ。そうするとシュートだと思っちゃうんですよ、バッターボックスにいると、いや、読んでなくてもそう思っちゃうわけ。思って、瞬間的にそういう感じをもう捉えちゃうんですね、バッターが。なるほどね。それで最後ああやってスライダー投げられると、ああいう空振りの仕方になっちゃうんです。一番悪い形ですけど。それは堀内さん、言葉では優しいんですが、やるのは誰も真似できることじゃないんですか。ああ、そんなんで全部は全部できたら大変なことになりますよね。東尾はそれで持ってるようなもんでしょ。それとコントロールとね。いや、もう確かにうまいですよ。そうですか。うまい。109球でマウンドを工藤に譲りました。池谷さん、これは森さんとしては非常に慎重ですね。そうですね、ですけどやはり交代するならこの場面が一番いいでしょうね。リリーフに出る工藤もよし、ここからだという計算があったと思いますし、ですから一番リリーフとして出やすい場面で送ってもらったわけですからね、気持ちの準備もできてたはずですから、はい、そういう面では一番いいところで出てきたと思いますね。この場面です。最後に伸ばしていって、確かにこの指先がキュッと効いてるわけですね。それじゃあそのなんか、私の一般的なファンから見るとだらしなく三振したように見えますが、そこに引っかかっている部分がある。そうですよ、ですからね、ちょっとしたことなんですけどもね、バッターとピッチャーってのは、はい、そういう部分でもって勝負をしているわけですよね。バッターボックス入ると本当にそう見えるんですよ。見てると簡単なんですけどね。梨田さん、それは実際に対戦して経験されること。そうですね、今も原君少しね、2-1 というカウントで、やはりデータ通りシュートを1つ見せるっていう情報もあると思いますね、それがやっぱ頭の中にありますしね、僕なんてもっとひどいだらしない三振は東野さんでもありますよ、本当。足跡だと思って振ってしまう、頭で考えていることと体と全くバラバラって言いますかね。この辺が堀内さん、心にくいピッチングということになるんでしょうね。もう僕らはああいうピッチングでできなかせんでしたからね。さて、西武は工藤を万全の体制を敷いてマウンドに送りました。森監督にしては珍しく取りに来ましたね、ゲームをね。なるほど、7戦と言ってる人がね、はい、このゲームをもうここでは取りに来たんですからね。なるほどね、取りに来るという姿勢は見せなかった人ですね。ワイルドピッチ、クロマティが二塁に進みました。吉村と篠塚が続きます。第2戦の時には吉村はピッチャー強襲のヒット1本、篠塚はセンター前にヒット1本、ジャイアンツの3本のヒットのうちの2本は吉村と篠塚が打っています。この日本シリーズです。今日の成績です。赤いヒットは打点を伴っています。得点圏にランナーを進めました。ファウル。球の切れはかなりいいですね。いいですか、第2戦と比べてどうなりますか。そうですね、
そう変わりはないと思いますけどね。やはりあのカーブを初球いきなりワンバウンド掘りましたよね、まあ、シーズン中にリリーフすることなんかまず武藤君なかったんでね、はい、立ち上がりは悪い人だと言われますね、悪いですね、ボール。しかし桐笠さん、これだけ球が速いとボール見極めるの大変でしょうね。手出すなとよく言われますけど、ないですよ。さっきまであの東尾君の緩い球見てたでしょ、なおさら速く見えますよ。そうですね、カーブでした。センターの秋山、安定した守備です。おっと、クロマティがタッチアップから飛び出す姿勢を見せましたが、センターフライ、2アウト。クロマティがルイン出て必死にナインを鼓舞するんですけれども、ナインがどうもついていけません。まあ、確かにね、この短いね、イニングの間にこれだけ速いピッチャーやな、リリーフピッチャーでボールが速いってのは有効だいうことですよね。そうでしょうね、バッターの目が慣れる前に終わっちゃうわけですから、そして堀内さん、あの投げる前はね、はい、なんとなくあの言葉悪いんですがチャランポランみたいな格好をしてて、それからピュッてきますね。そうなんですね、この違いがね、また戸惑うでしょうね、はい、あの意外とね、フォームは軽いんですよ、だけどボールは速いですからね、カーブから来ました、ストライク1。池谷さん、気合十分ですね、マウンド上のこと。そうですね、ですから万全の準備をして臨んだということに言えますね、そういえば今日球場に来て一人だけあの監督コーチ室にこの人入ったんですよね。何か資料に目を通しました。当然これがあるのはその時に言われてるかもしれませんね、はい、2エンド1。梨田さん、今みたいな球はやはり一応意識して投げてる球ですか、はい、そうですね、今2ラッシングですからね、まあ、一応は意識してると思いますけどね、たまにはすっぽ抜けてる球もあるんですね、そうですね、狙ったところよりもやはりかなり高いところ行ってますよね。ジャイアンツ2アウト、2エンド2。今年のセリーグのリーディングヒッターです。バットはどうか、回ったという判定です。三塁塁審はセリーグの井上、右手が高く上がりました。最後は梨田さん、フォークボールですか。いや、カーブですね。カーブですか。ストライクからボールになるやつですね、篠塚のバットが回りました。ランナークロマティ二塁に残塁。結局ライオンズの初回の3点が最後まで響きました。3対1でライオンズが勝ちまして、日本シリーズの第5戦王手をかけました。3勝2敗としました。堀内さん、クロマティ1人踊ってますけどね。そうなんですね、でもまあ工藤はいいボール放りますよ、さあ勝利監督の森監督のインタビュー、小川アナウンサーにお願いしましょう。